ポッポの丘は、有限会社、ポッポの丘が運営する千葉県いすみ市にある、鉄道車両保存施設である。京蘭牧場は、千葉県温宿町にあり、自動車博物館のレトロブーブ館及び、消防自動車博物館を併設している。ポッポの丘は、それらに続く、鉄道車両保存施設として、肉用牛の牛舎の土地を転用したものである。この養鶏場は、1948年に、 川崎市で創業し、1968年に温暖な房総の山中に移転した。ポッポの丘の所在地は、肉用牛の牛舎として確保したが使われておらず、2010年8月に、当時泉鉄道の社長であった、鳥塚良から、鉄道車両を200万円で買わないかと話を持ちかけられ、自動車を買う感覚で購入したのが開園のきっかけとなった。 2019年11月15日に、ポッポの丘公式ブログより、台風15号の被害もありにわさき卵の養鶏事業を撤退することを発表。今後は地元泉の協力養鶏場の卵を販売する。これにより69年間続いた養鶏事業の歴史に終止符を打つこととなった。ポッポの丘自体への入場は無料であるが、2020年1月末、 ケイラン牧場ホームページで3月20日から駐車料金でバイク1台500円、乗用車1台1000円を徴収することを発表した。マイクロバス、大型バスでの団体での入場は要相談。海卵のみの購入は専用スペースの無料駐車場に駐車できる。カフェ TKG での食事は施設の入場を伴うため駐車料金が必要。この駐車料金は 施設維持協力金である。徒歩、タクシー、または自転車で訪問する場合は引き続き無料で利用できるが施設維持のために商品の購入や寄付を呼びかけている。2020年3月5日には園内の車両配置の移動を行い、新たに長野電鉄も破線3型が搬入された。また、 電車の車庫のような横並びの配置に変更された。左側から、銚子電鉄で破701系、超電も破1003型、国鉄機破38系となった。同年4月には、国鉄雲に83と、国鉄103系が搬入され、同じく横並びの配置となった。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、同年4月から営業を自粛をしていたが、 同年7月11日に営業を再開。同日には 103K でのヘッドマークや全面行き先幕の幕回しのイベントも行われ、多くの鉄道ファンが集結した。ありがとうございます。